こんにちは、ダイレクトネスタジオの広島です。今回紹介するのはギターのアレンジのテクニックの一つ、コードの内製を動かすというテクニックを紹介していきたいと思います。コードが一つでしかないんですが、メロディーのように聞こえてかなり幅広いパターンを作れますので、ぜひ一緒にやってみましょう。それではですね、今回紹介した、オーバーザレインボーのパターンを例でやってみます。まずですね、弾き方やってみましょう。最初ですが、このこれはですね、どのように見ているかというと D コードです。押さえ方は4弦開放、そして3弦9フレット小指、そして中指で2弦の7フレット、そして人差し指で1弦の5フレット。ちょっと押さえづらいんですが頑張ってください。そして次、これをまずやって、右手は親指を4弦ですね、そして人差し指中指薬指を3、2、1弦にセットします。で、最初は4、3、2、1緒、そして1弦を裏のタイミングで1、円と言います。そして次、ここでコードの内製が変わります。これは小指から中指で4弦の3フレット、そして2弦の7フレットを薬指に入れ替えましょう。タイミングは一緒です。で、次もう、4弦はいらないので3、2を一緒、そして1弦1、円、2、円、そして次中指が4弦の6フレット、そしてここの2弦の7フレットは小指に変えてください。そして最後、これは人差し指で3弦ですね、3弦の4フレット、そして小指で2弦の7フレット。ここが D のパートなんですが、というふうに動きました。これは D コードをベースに、この2弦と1弦の音、 D のですね、サードとフィフスは固定したまま、3弦の音がナインスルート、そしてメジャーセブンスシックスというふうにコードの内製が降りてきたパターンになります。といったパターン。そして次のパートですが、D 分の A、 基本はですね、今回 A ベースなんですが、ベースは D に固定してます。そして A としてやるので、これの見方なんですが、 A コードの5度、 A7 ですね、 A7 のまず最初これですが、5、そしてセブンス、そしてルート、これが5度からクリシェの要領で、5から5のフラットサス4、そして普通のメジャー3ですね、この押さえ方ですが、最初に4弦、3弦ですね、3弦の9フレット小指、そして2弦の8フレット薬指、そして1弦の5フレット、これは人差し指、そしてで変わった時薬指で3弦の8、そして次7フレットに行った時は中指、
そして6フレットは人差し指、これもタイミングが一緒で1 2 3 4と続きます。 D からやると1 2 3 4 D 分の A ですね。2つをつなげますね。はい、このようなパターンになります。これはですね、トップがちゃんとこの A の音固定されたまんま、中が最初はと動き、次はそしてルート音はずっと D ですので、内声だけが動いていくので、統一感がありながら変わるところが変わってるというので、バラエティに豊かなパターンに聞こえると思います。そして最後にと入ることで A メロのっていうところに、が聞きたいなと思わせるイントロのパターンになってます。このコードの内声を動かすというの、実際に通常の D コードとかでアドナインスとかサスフォーというパターンなどはよくあるんですが、このようにですね、この内声トップではなくて中でとてもクールなパターンなので、ぜひまずこのパターンを覚えて、いろいろな楽曲に応用してみてください。それでは失礼します。